メグタスです。おはようございます。今年かなり、まあ今年っていうか毎年結構冬エリアトラウトに行きまくってて、まあ実際には春も夏も秋も少しずつ行ってるんですけど、そうやってエリアトラウトに通っていくうちに目標ができました。お、なんかテーマを決めてってことですか？そうですね。まあエリアトラウトは結構いろんなルアーがあって、スプーンとか、まあクランクとか、あとその他なんか縦の釣り、ペレットみたいなルアーとかいろいろあるんですけど、私は基本的にクランクでの釣りにハマっていて、でそこからちょっとその目標なんですけど、クランクだけで1日100匹釣りたいという目標ができました。100匹って俺そんなに魚1日で釣ったことないけど、はい、できるもんなんですか？できるもんなんですかねいやなんか大会とかにやっぱ出ててっていう人は、まあスプーンとかで効率よく、まあもっともっともっと釣る人も、本当にプロの人とかは200とか1日で釣っちゃうような人もいるんですけど、まあその人たちはちょっとまた別物として、ただそのスプーンとかではなくてクランクで100匹釣るっていうのは結構ハードルが高いらしいです。あのトラウトの師匠にもそれは結構難しいんじゃないのって言われたんですけど、まあそう言われたからこそちょっと燃えてしまってぜひ達成してみたいなと思いまして、はい、それをちょっと現場にカメラを持って行って釣り子 TV の方でメグタスの挑戦を見てほしいなと思いまして、はい、あ、よくわかりました。じゃあとっとと釣り場にカメラを持って行ってきてくださいはい、じゃあこれからエリアトラウトでメグタスがクランクだけで1日100匹釣るまでぜひ見守ってください。おはようございます。クランクだけで1日100匹釣るチャレンジ第1回目は加賀フィッシングエリアに来ました。かなりガスってますが始めていこうと思います。めっちゃ合わせるでかいの釣れてる風なんだけど、全然ちっちゃいんだけどはい、一匹目。あー猫に襲われた。嘘でしょ、そんな。ちょっと待って、ルアーついてるから。君危ない。ちょっと待って、痛い。ちょっと一匹目からトラブルが起きた。猫に食われた、ルアーごと。やばいやばい、ちょっと。やばいじゃん。ちょっと。大丈夫だ。ちょっと待って、ルアー外すから待って。ちょっと待って、危ない。バカ。もう大丈夫、取れたけど魚を持ってかれたはい、マイクロクラピーで、はい、
ドラッグウォークか。うん。悪くないね。ああ超ジャンプする。ちょっと待って、猫また狙ってる。こら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 、ダメよ。よいしょ。はい。2匹目だよ。2匹目だけど、2匹目だけど猫に狙われてる。ちょっと、もうあげないよ。もうさっき食べたじゃん。じゃあね。もうない。はい。来た。割と浅いです。あの、そんな潜らせてないんで、マイクロ潜らせてないってことは、うん、50センチぐらいとかかもしれないです。リアルです。はい。3匹目。シャロンとか後ろ危ない、岩井さん。あめちゃめちゃ狙われてますよ。めちゃめちゃ狙われてる。かわいすぎる。すごいな。こんなに下げてるのに超ジャンプしてくる。おお、マジか。来た。狙ってる。4匹目。手出されたもん今。残念でした。バナナマンゴー、バナナマンゴー、これでもプロパーカラーですよ。あ、プロパーカラーだこれ。はい、それで来るんだよ。
5匹目だ。わー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 、来た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 、わー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 。ちょっと油断してると、あー危ない、網が壊れるから魚あげるよ。はい、もう食べて食べて、お腹いっぱいにしてもう来ないで。とりあえず10匹釣れました。朝まずめ効果もあると思うんですけど、ここから厳しくなってくると思うので頑張ります。いやー、とっぴやっと取れた。バラしまくって11匹目。マイクロ。いやー、やった。多分12匹目。ペースが落ちた、やばい。
できたら届けたからさ。寄せたことが大変です。いや、あれも、同じの怖い怖い。目の前で食った。いやー怖い怖い。あー取れた。20匹目。20だよ。あと1匹釣れたらラーメン食べる。釣れたらラーメン？それを目指して頑張ってた。ラーメン目指して頑張ってた。お湯あれば。でもあそこになくてもあっちにレストランの方行けばもらえますよね。あ、そうか。うんうん。お、ラーメンフィッシュ。ラーメンフィッシュじゃんこれ。ラーメンフィッシュ。バラしたくない。ラーメンフィッシュ。わあすごい元気だよ。すごい元気だよ。やめてやめて。私はラーメンを食べたい。ラーメンを食べたい。ラーメン食べたい。ラーメンラーメンラーメンゲット。ラーメンゲット。25匹目ラーメンゲット。はい。あーやばそう、これやばそう、やばそう。あーほらやばい。もうやばそうっていうのが、しかも逃げてかないでそこでのんびり泳いでるし、腹立つ。ってやったぜ。また来た。まんじ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 。空振り前の大ファールなのか。いやーこれもやばそう。まんじまんじ。あーやばそう。これもやばそう。あーやばいやばい。まんじ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 。うわおいマジマンジ。28匹目マンジっていうから。あ、これもあれじゃない、マニアックスの。そうですよ。そうだよね。マジ吉とセットで出たやつです。
なんか眠いじゃないの。眠い。ね、眠い。睡眠情報だな、それ。睡眠情報。そう。霊感情報ならぬ睡眠情報。松迫さんがそれでやらかして超バカでかいのを買ってたな、長野で。あのこうやって巻きながら使ったけど眠くなっちゃって、はい、ほっくりしたってこうやってこう、はい、それ食ったでも寝てると釣れるん、再現できないっつって。寝てると釣れるんですよね。なんだろう、先はないのかな。海でもそうだし、寝てると釣れる。寝てると。ちょっと今ワンキャストで3回ぐらい寝てた。ワンキャストで3回寝てた。でもこれかかった時起きてますよ。目の前で食ったの見えましたから。あれだろ、当たった瞬間にビッ。あ、そう、当たった瞬間にビビってなる。はって起きる。眠くて忘れてたけど29匹目でした。
よれすぎだ。こんなことに時間を使ってる暇はない。今のは何？え？マジで今のは何？悔しい。もう本当バカにされてるわ。ラスト一投。ラスト一投と思ったらすごいすごいあれになってる。すごいよれてる。ダメだ。ダメだ。よし、いける。もう、はい。ラスト一投だ。本当にラスト一投だろうか。上がります。取れた。上がります。ほんとドンピシャ。37。ちょうど5時の合図に上がります。5時なのでクラピーと一緒に帰ります。おしまい。お疲れ様です。第1回クランクだけで1日100匹釣るチャレンジ、37匹。まだまだ過ぎて笑っちゃう結果ですが、次からも頑張ります。目標は高く、
応援お願いします。